チャンネルの提供はアニソンバーモフルとアニソンバーギルドなどご覧のスポンサーでお届けします。店舗については概要欄からご覧ください。松田恵美のアニソンフラッグ、今日のゲストは小林美香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日2本撮りだけど、今日2人ともすごいゲストだよねすごすぎて、すごすぎて意味わかんないですね。意味わかんない。なんかアニソンシンガーっていう枠じゃないから何ですかね。それしかも今日もう世界多言語だからね。多言語、そうですね。ドイツ語だったりとか、うん、英語ドイツ語だったので、小林美香さんは帰国子女で5カ国語ぐらい喋れるってそうから、その、まあ、進撃の巨人の歌もそうですけど、あんなに悠長な発音でネイティブなんだって思ってたら、実は全然ですね、喋れない。ずっと日本にいて、いや、めっちゃ意外です。全く喋れないですね。だってドイツ語のさっきの歌だってさ、なんかちょっと泣きそうになって、本当に2人で戦争止めそうな歌だよねってでもあれはでも戦闘力高めそうな、高めちゃうのね逆に逆に、いやー、なんですかね。そうですね、ドイツ語喋れないんですけど、実はカタカナで書いて全部歌ってて、ただドイツ語が喋れると思われてしまって、海外のイベントに出る時とかにドイツ語で声かけられるんですよ。あ、そうですよね。全くどうしようみたいなっていうのはよくあります。でも確実に英語は喋れそうな雰囲気は、喋れそう。しかも私会ったのはあれですから、美香さんと今日2回目ですけど、2019年にブラジルで会って以来。そうなんですよそしてここ日本で、はい、2回目。しかももうブラジルとかもわちゃわちゃしてるし、時差ボケだし、ね、ほとんど喋らずに、なんかもう私終わったら次ミカちゃんのステージでみたいので、うん、移動のバスでちょっとだけ会話したかなくらいの、うんうん、でも時差ボケで確かにぼんやり、めちゃめちゃ親しんでましたけどね今日2回目ましてですよ。親しみ具合でしたけど、私もね、初めましてなんですけど、まあ、歌は知ってたんですけど、生で歌ってるっていうのが想像がつかなくて、でライブ映像を拝見させていただいて、はい、私が見たら音楽団みたいな、あのバイオリニストが100人ぐらいいるんじゃないかみたいな、あの進撃の巨人のイベントに、はい、イベント出演した時のかな、はい、あれ日本ですか。あれ日本ですね、はい、豪華だ ね、 規模がちげえと。進撃の巨人は、はい、まあ、小林美香さんアニソンシンガーっていう感じではなくて、こう、まあ、今だとシーハニーフラグとか、はい、いろんなドラマとかの主題歌とかも歌われてるみたいなんですけど、なんで進撃の巨人は決まったんですか。なんでなんでしょうかね。もともと、シンガーソングライターで、はい、ピアノ弾き語りで、まあ、オリジナルの曲やってて、それインジャパンですか。はい、インジャパンです。もう自分の曲は、もう全て日本語なんですよ。日本語に、そうなんですね、むしろ日本語にこだわりがあるっていう感じの曲ばっかり書いてるんですけど、ライブをたくさん自分でやってた時に劇伴作家の事務所の方から声がかかって、そのボーカリストの仕事、その人の歌を歌うっていうのはやらないのかって言われたので、うん、ね、やりますよって言ったら本当にお仕事いただいたんですよ。でそこの作家事務所の方が気に入ってくださって、で作家さんにも気に入っていただいて、その作家さんが手掛けるものを私が歌うので、それがドラマだったりアニメだったりゲームだったりするっていうので、ね、こうちょっと多岐にわたる活動になりました。すごい。じゃあもう、はい、もうその作家さんのお気に入りが美香ちゃんのボイスなんですね。はい、そうだから声がかかってると思います。じゃあ進撃の巨人ですよって言って歌ったわけではないんですか。はいはい、じゃないですね。最初にもう全ての曲そうなんですけど、うん、最初はもうタイトルもついてないので、なんか例えば、まさかのその場で歌詞とか渡されるわけじゃないですね。それはさすがに事前にもらって、ね、なんか例えばあの番号が振ってあるだけなんですよ。例えば A の1とか A の2とか。すごすぎる。で劇伴作家さんって2、30曲そう書くので、番号でとかやってらして、なんか A の8みたいなのが来て、で譜面と歌詞をが来て、練習してスタジオに行って、そこで
何のアニメかわからないこともあれば、進撃の時は前奏のところで巨人が出てくるみたいな声出してくださいって言われたから、じゃあ進撃の巨人が出てくる、うん、あ、でも聞かされてはないんですね、はい、進撃の巨人とは聞かされてはない、聞かされてないですね、作品を大体知らずに歌っているので。で、巨人出てくるイメージで歌うんですか？そうですね、巨人出てくるってどんな感じだろうって思いながら。その時進撃も流行ってたんですか？コミックスはもう、コミックスは、あ、そうですね、アニメになりたて、私はファーストシーズン の、 あの挿入歌で使っていただいたので、まだ今ほどわーっとはなってるので、期待値が上がってる状態みたいな、でアニメ始まるぞみたいな時でした。衝撃的なシーンで割と流れるんですよねなのでテレビから自分の声が聞こえてきて、あ、この曲だったんだ、いや教えてもらえましょう、ね、教えてその前に知りたいですよねでファンの方に教えてもらったりとか、何々のアニメで美香さんの声流れてましたよって教えてもらって、決まってから教えてくれないんですね、はい、なんか初期の頃はね、そういうのが本当に多かったです。はい、すごい、あの今回私小林美香さんのような歌手の方は、うん、初めてです。歌声もそうですし、うん、歌も歌い方もそうですし、うん、美香ちゃんのこのなんかあるもんね、独特なアーティスティックな、だから背が高いのかなって思ってたんですよ。よく言われます、あの映像とか写真で見て、はい、うん、大きなっていうか、そのなんかこんな小さな体から出てる歌声だと、とても思えない。地声が大きいからかな。声量すごいですよね。声量すごい。マイクいらないですよね。外国人だと思われていることが多いですね。やっぱ歌だけ聞いた方とかは。そうだよね。はい、だって私が初めてお会いした時も、海外が多いって、ね、言ってらっしゃったから。そうですね。そうか、はい、ハーフとかなのかなとか思ってました。ね、お、海外の血が入られてるって、はい。不思議だよね。だって歌もそういう多言語をこう、ね、リクエストされるってことは、やっぱりその、ミカちゃんの声がやっぱ適してるっていうか、英語もそうだし、ドイツ語もすごい綺麗に、私聞いてる時からすごいなって思いながら、あと歌ってる時も絶対外さないですもんね、音ね。そんなことないです。そんなことないですよ。綺麗に。そんなことはないです。レベル違います。そんなレベルの高さも持ちながら、うん、あのご自身の事務所を起業されているっていう。うん、そうですね。死にそうですね。うん、なんで死にそうなの？大変ですね。またお金の話になるこれ。多いんですか？そう、そうですね。そんなしないんですけど、楽屋で割とそういう。今日はそのアニソンシンガー、まあ歌手の方かな、うん、こう続けることがやっぱ大変じゃないですか。確かに。そうだから、はい、でコロナになってみんなやっぱ状況も変わってきてるから、うんうん、先輩とか来た時に、なるほど。どうしてます？え、土地買ったんですかみたいな話とか。土地買う人は少ない。土地買う人は少ないんですけど。そうですね。なんか変わりましたやっぱり。ずっとあれですもんね。うん、あの自分でされてるって、ね、ホームページ見ました。茨の道を作ってそうです。そうです。もう本当に。でも歌手イコール茨の道しかないんじゃない？でもそうかもしれないですね。どこに行っても、うん、ずっとフリーランスでやってて、うんうんうん、手探りで自分のマネジメントとかプロデュースとか全部やってて、そのフリーランスに限界を感じたので。やっぱりこう法人でないと信用されないとかっていうのがあって、うん、ちょっともうフリーランスでできること全部やったから、うん、っていうので起業したんですけど、うん、会社作ったら作ったで知らない専門用語がいっぱい出てきて、うん、もうわからないみたいな、うん、税理士さんのとこに通うみたいな、うん、っていう地味なことを裏でやりながら、結構自分で全部裏方もやってらっしゃるって感じなんですか？そうですね、今のところ、うん、そうですね、すごい、かっこいいね。いやでもパンクしそうになりますね。なので令和の虎見てくださったっていう、うん、そうなんです。そう、私が出ている番組が非常に勉強になりました。私の回はあまり勉強にならないかもしれないですけど完璧だって。いや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 、どんな事業計画書書いたのかなとか。あれ3年前なんですよ。もう2年半以上前なんで、はい、今見るとバカだなって思います。いや、そんなことないですよ。いや、なかなか、ね、ゆみさんも起業しますか？いやいやいや、事務所、ね、個人事務所どうなんですか？でも、はい、いいですか？いいですか？どう？これはあのでもお金の話に直結そうですよ、お金の話になってしまいますね、うん、はい、この番組はアニソンバー、ギルド、モフル、銀河、桃猫堂の提供でお送りいたしました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。
モッフルクロスのカフーさやかです。松沢由美のアニソンフラッグ、次回もお楽しみに。